お昼になりました。安倍博士です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はね、珍しくデイリーで買ってきました。はい、じゃあいただきます。いろいろ店内物色したんですけど、やっぱね、カップヌードルは高いし、どん兵衛なんか普通サイズで295円ですよ。もう300円ですよね。買えない買えない。うん。ということで、唐揚げ。はい。これも3つで、225円でした。そう。そして、サバ缶。これもね、これはね、家にあったやつ。多分母親がくれた分かな、いつか。ね、これ、開け口がね、簡単に開けれるってやつで。ほら、缶じゃない、ほら。パスッとこれ。ほら。簡単に開けれるというね。はい。今日は、水煮じゃなくて、味噌煮です。昨日たくさんね、水煮食べたでしょ、僕昨日。イワシの。あれやっぱり、醤油を垂らしたり、あと塩をつけたり、中にはマヨネーズをつけた方がいいですよ、とかいう方もいらっしゃいましたけどね。ちょっとマヨネーズは僕はちょっと無理ですね。はい。ってことで。はい。うん。うん。やっぱ、単体で食べるなら、味がついてる分の方が美味しいな。うん。やっぱ水煮って料理に使うみたいね。うん。唐揚げが意外と大きい。うん。スナック系に近いですね。うん。スナック系の唐揚げですね。うん。うまい。私ね、先ほど午前中会社からね、健康診断に行ってきました。まあその結果はね、ジーコチャンネルの方でアップしてますけど、うん、いや、この1年でね、結構体重増えたかなと思って、ちゃんとこうやってね、毎日昼ご飯食べてるんで、ちょっとお腹周りも成長してました。うん。家にね、もう一缶あるんで、それもまた食べようと思いますが。うん。昨日の水煮は本当にイワシ自体はすっごく美味しくて、あ、すごいこれイワシだなと思ったんですけど、当たり前か、油がすごかったね。なんだろう、つけてあるその液体のすごい油身かな、なんかすごいオイリーな感じで、うん、うん、うまい、唐揚げうまい。うん。
その唐揚げというよりチキンって言った方がいいかもね。ラスト、うん、通れた、通れた、橋が、橋が折れた。こんにちは、橋幸男です。多分ね、ご飯が硬い、あのギュッと詰まっとるんで、冷えとるんで、そう。いや、ちょうどよかった。うん。唐揚げやってちょうどよかった。かなりこれでタンパク質が摂取できたんじゃなかろうか。はい、しゃ、ということで本日は、サバの味噌煮缶とデイリー山崎の唐揚げ3ついただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。